リーマーメとマミリーマーメ。まあ、もう何なんだよ、もう。青ラインさん、お疲れ様です。ということで、なんか豆山がね、なんか伏線を、張り出していますね。俺が、何、マスラオの文句を言ったら、マス、あ、いや、サッチャンの場合に怒ってる。そこが問題なんだよ。そこが怒ってるヤクザだらけの会場っていうことに対して、お前がそれを言ってなければ、俺なんかは、マスラオとかもね、大きい団体だって分かってるから、そんな何も言わないわけですよ。何も言わないわけですよ。そこの証拠を出せって言ってるわけです。豆山完全に逃げようとしてるね、あれ。あの伏線の張り方は、伏線回収するための、あれだね、逃げようとしてるね、これ完全に。無理でしょ、場面。もう伏線張り出してるもんね。うん。別にマスラオ側の文句言えないっていうか、別にあれなんですけど、どうでもいいんですけど、お前運営なのっていう。お前運営なのっていう。アホなんじゃないの？お前運営なのか？豆運営なのか？わかる？豆くん。あなた運営だったら、運営なりに、ね。なんでそんな決めれる権限があんの？お前いつからマスラオの運営になったの？豆。お前が大関をめくったって言って、過去からね、大関をめくったって言って、ね、出してきた証拠、これ。ね。豆が出してきた証拠、これです。この流れからするに、おそらくですが、運営の文句を言ったら、戦わない的な発言があったと思われます。さすがにそれはないですね。いくらなんでも、引っ張るだけ引っ張って、やらないという選択肢は絶対になしです。何が何でも、やってもらいたいというのが、本音です。運営が怒っているよ、と軽はずみに発言をし、今回のことも、軽はずみな発言に思えますが、やらないという発言は、正式に撤回をしてもらいたく思います。私が言うのも、問題かもしれませんが、大関さんにもアンチはおります。それを否定するつもりはありません。趣味嗜好は、憲法で認められた、自由であり、権利です。だから、否定はしません。そのアンチをごっそり囲い込めます。そうすれば、2023年は、界隈でトップになれます。アンチの星なんだから、アンチを背負っている、代表なんだから。って思います。それでは、チャンネル登録お願いします。